エリザベータ、エリザベータ・ペトロブナ、1709年、12月29日、ユリウス歴12月18日から1762年1月5日、ユリウス歴1761年12月25日、在位、1741年から1762年は、ロマノフ朝第6代ロシア皇帝、ピョートル一世の娘、母は、エカチェリーナ一世。 両親の正式な結婚は1712年だったため、1709年の誕生時点では、姉アンナ・ペトロブナともども非着室師であった。ホルシュタイン・ゴットルプ家の公子カール・アウグストと、婚約するが死別。母エカチェリーナ一世、オイ・ピオートル二世の放御の際には有力な後継候補と目されたが、いずれも非着室を理由に阻まれた。しかし、大の娘として、 軍隊での人気は極めて高く、アンナ女帝の政府は彼女を危険視していた。1741年11月25日、当局により、修道院に遊兵される危険が高まると、自らを指示する、この絵軍に命じて、摂政アンナレオポルドブなら政府要人を逮捕させ、要帝イヴン6世からした。彼女は自らを父である、ピョートル大帝の真の継承者だと演出することで、 即位の正当性を主張し、クーデターを成功させ、イヴァン六世支持派による陰謀を、いわゆる押して、自らの地位を安定させた。エリザベータは、シュリッセリブルクに遊兵した、イヴァン六世の救出の目論みがあれば即刻彼を殺すよう命じ、この命令は、エリザベータの後の皇帝たちも継続させた。後に、救出の試みがなされると、エカチェリーナ二世の時代。 イヴァン六世は監守に殺害され、要塞内に秘密のうちに埋葬された。エリザベータは早くに統治への熱意を失い、1740年代にはベストゥージェフリューが、50年代にはシュバルフ兄弟やボロンツオフ伯爵が中心となって政治を動かした。国内では大胆な節税対策、税制改革が取られ、危機的状況にあった国家財政は立て直された。 また政府は国内産業の発展に力を注ぎ、国内関税を撤廃し、貴族に領地開発のための資金を貸し付ける銀行も設立された。貴族たちは領地内で濃度を労働力とした工場を経営し、繊維業や夜勤業で成功を収めた。この政策は貴族を中心とした産業発展を試行しており、国家醸造権も貴族の独占となった。 こうして18世紀後半には貴族を主な受益者とする経済成長が実現することとなる。エリザベータの治世中には対外戦争が頻繁に行われた。1741年にスウェーデンが軽装地帯のフィンランドに侵攻したが、この戦いに勝利し、1743年の応募条約でフィンランド南部のの東をウェーデンから獲得した。 また、ビルマンストランドとの要塞も獲得した。さらに親ロシア派のホルシュタインゴットルプケのアドルフ、フレドリク、カール・アウグストの弟を、スウェーデンに継承者に押した。オーストリア継承戦争では、ベストゥー・ジェフの主導により、オーストリア、イギリスの側に立って1748年に参戦したが、フランスに講和を急がせる役目しか果たせなかったため、何の見返りも得られなかった。 1756年1月16日のウェストミンスター条約により、イギリスとプロイセンの間で防御同盟が成立したが、エリザベータはこれを以前のエール間の条約を破るものとみなした。さらに、彼女自身がプロイセンをフリードリヒ2世を嫌ったため、ロシアは反プロイセン側に加わることとなった。彼女はプロイセンがもはやロシアの脅威にならないよう弱体化させようとした。 そして、ベルサイユ条約によりロシアは、オーストリア、フランスと連合し、1757年5月17日には、ロシア軍8万5000がケーニヒスベルクへ進軍した。エリザベータの病状が悪化して1757年9月19日に、サールス・コエセローで一時倒れたことも、ベスト・ユージェフが1758年2月21日に、失脚しても、 サンクトペテルブルクで渦巻く諸国の陰謀も戦争遂行を妨げることができず、ロシア軍は1759年8月12日のクネルスドルフの戦いでプロイセン軍に対象した。その日はロシア軍とオーストリア軍の間の嫉妬で進攻が一時止まったが、フリードリヒ二世はそれ以降ほぼ絶望して勝利を得る望みがもはや耐えていたと感じた。その一方、 1759年末から1761年末まで、反プロイセン同盟諸国の思惑がだんだんと違い始めたが、エリザベータが、フリードリヒ2世は隣国にとって無害化されなければ、ならず、その唯一の方法は彼を選定校の地位まで落とす、ことであるという考えを堅持しただけが同盟の結束を維持した理由であった。1742年11月7日、おいである、 ホルシュタインゴットルプケのカールペーターウルリヒ、後のピョートル三世を後継者に指名し、カールは改修してピョートルと名乗った。ピョートルの妻エカテリーナ・アレクセイ・エブナが1754年に長男パーベルを出産すると、女帝はこの新生児を引き取って養育し出来愛した。1750年代末より、エリザベータの健康が悪化し、立ちくらみが頻発するようになるが、 彼女は処方された薬を飲むことを拒否した。また彼女がいる場で死という子を禁じた。そして、エリザベータは1762年1月5日、グレゴリオ歴に報じた。彼女は6週間後の2月3日に、ペトル・パブロフスキー大聖堂に埋葬された。老いである神帝ピョートル三世は、親プロイ戦派で、タイプロイ戦戦争を即座に単独講和へ持ち込み、 ロシアが治めるはずだった7年戦争の確実な勝利を不意にしてしまった。そのピョートル3世は、半年後、妻とこのエブ隊によるクーデターで玉座を追われた後、このエブ台兵の独断によって暗殺されるという悲惨な最後を遂げ、皇帝の座は妻が継いだ。この妻こそ、ロシア大帝エカチェリーナ2世である。エリザベータの知性は、以前は宮廷を中心に写紙に流れ、 国際戦争に巻き込まれ、濃度性の強まった時代として評価が低かった。しかしそれらは、間違いなく、文化的発展や国際的地位の向上、経済成長として理解できるものであり、ロシアが強国化していく過程で重要な役割を果たしていたと見るのが妥当と言えよう。国政に興味のないエリザベータは、文化事業にその熱意と才能を遺憾なく発揮した。 ベルサイユ宮廷に習ったロシア宮廷の西欧化を熱心に進め、ファッションにも強い関心を持った。さらに学芸保護にも積極的で西欧の学識を摂取させるべくロシア科学アカデミーを支援し、科学者ロモノオソフの権限を入れて1755年にはモスクワ大学を創設した。芸術家の育成にも取り組んでいった。しかし最も重要な事業は建築分野である。 宮廷主席建築からストレッリに命じて、数多くの宮殿を建築内市を大幅に改築させ、壮麗なロシアバロック様式に変貌させた。現在のサンクトペテルブルクを魅惑的にしている、初宮殿の多くは、エリザベータの知性に気づかれたものである。容姿は色白で美しく、やや太り気味だったらしい。ダンスや美食、感激、仮想舞踏会などを趣味としていた。 愛人を多く持ったと言われるが、最も長く続いたのは、宮廷聖火隊員出身の伯爵である。即位する以前からの関係で、一説には1742年に、秘密結婚したとされる相手だが、政治的野心はなかった。最も政治的な影響力を振るった愛人は、シュバルフ兄弟の重廷で、ロシアのポンパドゥール夫人とボルテールに愛揄された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。